こっちから来てるんだ。あそこの鉄塔の裏からですね。あの鉄塔の裏にこんな細い川があるじゃないですか。あれが流れてて。あ、それですか。はい。危なかったってことですね。そうですね。みんな、はい、こんな感じだったんですね。建物があそこに赤いのがあって、はい、ゆうちゃん見て上、怖い、もう平気、いや、ね、大丈夫、これが東海道線です。でもう一個向こうに新幹線が。超能ネットワーク、ぜひご覧ください。熱海、やっぱこう土地柄、今までも土砂って歴史上あるんですよね。ないです。ないんですか。100年ぐらいなかったですね。なので、伊豆山のこの伊豆山という土地側、もうみんな誰しもがサイレン鳴っても避難しなかったんですよ。ああ、なるほど。もう、地盤が強いし、あ、地盤強いですか。強いし、なんだろうな、災害なんて起きたことないし、津波なんてこの高台だし、来ないし、はい、なんか山崩れ起きないしっていうのを何十年何百年ってなってなかったから、だから住んでる住人たちは避難なんかしないですよね。サイレン鳴っても聞く耳持たないし。あ、じゃあ、あの東北の津波で一緒ですね。そうですね。当日はかなり雨なんですよね、これ。いやね、長い雨ではなかったです。2、3日、4、5日の長い雨はあったんですけど、土砂降りって雨はなかったんじゃないですか。ただ本当に、あ、今日ちょっと雨強いな、でも、うん、傘をこう普通に差して飛ばされるような土砂降りでも風でもないし、10時半に1回目のサイレンが鳴って、はい、でも伊豆山の人間はそのサイレンの意識がすごく弱いので、要はその災害にも遭ったことない土地だし、避難なんてする気もないし、防災訓練はしてたとしてもあくまでも訓練で終わってたんで、あ、どっか土砂崩れがあったみたいだねぐらいだったんですよ。まあでも今、まあ、日本全国でもやっぱその気持ちは皆さん一緒ですよね。そうですよね、はい、実際にはどこまで逃げればとかっていう意識はそんなにやっぱりないですからね、はい、僕も本当に被害者になって被災者になって改めて防災だったり災害について学びましたけど、学んでますけど、それまでは一言でしたもんね、はい、高齢者がもう本当に静岡県内でもトップクラスの熱海の伊豆山ってすごく高齢者率が高くて、もう携帯持ってない人が多いんですよ。あ、そうか。もうそれぐらいガラケーどころか携帯も持ってないので、もう唯一の情報手段がテレビなんですよ。だからライフライン、電気とかガスとか水道が止まると一気に孤立とか孤立になってしまって、あ、そうか、さっきの土砂みたいになったらもう電信柱が流れちゃったらダメですもんね、はい、だから1日2日経って僕がたまたま探しに行ったおじちゃん家は、何が災害があったことすら知らなかったです。おい、なんでお前テレビがつかねえんだよって、なんで水道が出ないのよって言われて、いや、おじちゃん、あそこの坂道のところから土砂が崩れて大変なんだよ、それでかよっていう、それぐらい情報が行き届いてないっていう。あ、でもそうですよね、あの地震の時もそうでしたもんね。被災地の人たちが周り、自分の周りしか見て見えないから、はい、どうなってるか逆に全容が分かんないんですよね、現地の人が、はい、ここは大丈夫だったんですか。ここはギリギリ、はい、もうそこのちょうど伊豆山神社の参道が横なんですけど、ちょっと 100m 先に藍染橋って赤い橋があるんですけど、はいはい、赤い橋の脇にこう川が流れてるんですね。この川沿いにこう土砂が第一発目が来て、
国道沿いの片側を埋めた感じですね。すごい危ないですね、うん、やべえよこれ、本当やべえ、まだ流れてるよ。で僕がじゃあ赤い橋の向こう側行って、はいはい、町内会長こっち来て、あの5台ずつとか10台ずつ交通誘導しましょうっていう、僕ら自体がもうこれで終わりだろうと思ってたら、ダダダダダって大きな音が立てて、第2波がもう押し詰まってきて、でもそれ一歩間違ったら本当もう飲み込まれちゃう。そうですね、はい、なので第2波が来て第3波が来て、結局5波ぐらいまで来てましたね。そんなに、はい、これなんか途中ですね、あの途中の坂、うわ、坂の家の途中でもう全部のもう飲み込まれてゴミになってきてるんですもんね、はい、この坂道がちょうどあって、この下に川が流れてたんですけど、ちっちゃい、はい、この車避難するんですけど、あもうこれまだ第一波ですね。でもこれまあ、昔のあれでなんか山津波で、そうです、山津波、これが第2波です。津波ですよね、これ第2波です。うわー、かわいい。すごいですね。だからみんな古いおじさんちおばさんちは山津波だ山津波だって言って。何軒ぐらいこれ被害あってるんですか。一応140世帯が未だ帰れないでいます。140世帯、はい、まだこの家をなくして、家をなくしたり、あと家が破損して帰れなかったり方が今140世帯まだ、うん、完全に地元の方たちのところですよね、これ。そうです、はい。なんか最近の辺り知らなかったんで、その熱海ビーチとか、はいはいはい、あの雰囲気が、はい、なんかもう 20〜30年前のイメージと全く違って。あ、本当ですか。はいはい、若い観光の方たちが増えて、はい、おしゃれの店も多くてっていう、はい、やっぱりでももう1年ちょうど経って風化もし始めると、やっぱり土砂があったことすら忘れてるのも現状ですし、はい、まあでも忘れていいっていうこともありますね、はい、でも被害に遭った方々、遺族の方々はやっぱりもう去年の4月3日で止まっちゃってるんですよ、はい、なぜ起きたのか分かんないし、そうです、うん、なぜ避難しなかったのか自分でも分かってないし、はい、サイレンが聞こえなかった人もいますし、3万5千近いです。でここに赤い橋があって、この橋ごとこの川沿いにこう来て、僕があの中央の辺でこう撮ってた感じです。でこううち後ずさりしながらこう感じ。え、この後戻れなかったんじゃないですか。戻れなかったです。ですよね。はい。向こうに取り残されてる。うわ、こうだ。え、こっちから来たんですか。そうです。こっちですか。あ、そこから来たんですか。あのこんなちょっと、それで鉄板引いたんじゃないですか。はいはい。あの中の滝に川があったんですよ。今もこれ流れてますけど、その川が溢れちゃって、ぶわー流れてます。それでこの建物壊し、こう流れて、この電気屋さん入って、電気屋さんを、はいはい、この店舗ぶち抜いて、横の下駄屋さんもぶち抜いて、この橋に落ちてる感じです。ちょっとこう感じました。はいはいはい、あのピンクの建物が。このあれだっけ、はい、これよく残りましたね。そうですね。この赤い橋がね、残ってるんですね。でもやっぱりまだまだ
盛り土も取れて、あの全部が流れてたわけでなく、ただ3分の2が残ってるらしいので、はい、何千枚、何トンっていうソーラーパネルもまだその盛り土の横にあるので、そういったソーラーパネルが、もう亀裂が入っちゃってるんですけど、それが流されたら、また、でもそれ、カメラが長い間積んできたってことですよね、そうですね、カメラが来たの。なんていうのかな、被害に直接会った方が実際にも今、伊豆山にいないので、本当にそこがいつ戻ってこれるのか、戻りたいのか、戻りたくないのかっていうのもあったり、家がないのは分かってるんだけど、テント張ってでもいいから住みたいよって人もいたし、もう70超えて80近いおばあちゃんがやん、もういいじゃんって、こんな不便な伊豆山に戻ってこなくたっていいじゃんって言うんですけど、やっぱりその不便さがいいのか、いや難しいな、なんかこれをちゃんと伝えて方がいいのか、それともなんかもう純粋にやっぱり熱海を楽しみに来て楽しんでもらった方がいいのかっていうね、でもなんか両方なんか知ってもらいたいですよね、でも観光地なんで楽しんでもらっていいと思うし、蝶の公式アプリケンファスタートします。蝶野正弘オリジナルアパレルブランドアリストトリスト、銀座ショールームオンラインショップ、よろしくお願いします。蝶野チャンネル登録よろしくお願いします。 I am 蝶野。